やあ、どうだい調子は。やっぱり君も来てたのか、ミハイル君。まあね、でもよかった。やっぱりここまで来た甲斐があったよ。え？君とゴー君を探してたんだよ、ずっと。僕とゴーかい？うん、もう一度、1対1で勝負にしたくてね。やだな、そんな怖い顔しないでよ。本当にもう一度正々堂々勝負がしたかっただけなんだからさ。ミハイル君、世界グランプリのファイナルステージで君やゴー君と一緒に走った時、すっごくワクワクしたんだ。ドイツに帰ったらそういう相手って全然いなくてさ、ずっと退屈してたんだよ。だから招待状を見た時、もしかしたら君たちも来てるかなって思ってここまで来ちゃったんだけど。僕らと戦うために君が。そうだよ。あれ、何か僕おかしなこと言ったかな。おう、そっか、なんでもない。いいよ、勝負しよう。うん、ワールドグランプリで負けちゃった借りもここで返させてもらうよ。望むところだ。来い、ミハイル君。だったね。ソニック、ちょっと危なかったけど僕の勝ちみたい。これで少しだけ借りを返せたね。さすがだね、ミハイル君。悔しいけど僕の完敗だ。そんなことないさ、すっごくいい勝負だったよ。ビクトリーズってやっぱり個人で走ってもとっても速いんだね。負けた相手にそんなに気を使うことはないよ。別に気なんか使ってないよ。久しぶりにすっごく楽しいレースができたよ。また勝負しようね。うん、今回は僕もビクトリーズのみんなと敵同士だ。僕に勝った君のことも応援させてもらうよ。ありがとう。それじゃ先に行くよ。ああ、次は勝つよ。
マシン。君は確かフェスティバルカップの。覚えていたのか。あの時は迷惑をかけた。すまなかったな。いや、僕は別のグループだったからあの時は走ってなかったよ。ならどうしてガンブラスターのことを知っている？テレビで見たんだ。すっごい速いマシンだなって思ってたんだよ。そうか、ガンブラスターは僕の自慢のマシンさ。ガンブラスターって言うんだ、そのマシン。グランプリレーサーじゃないってことは、君はボルゾイっていうのと関係があるレーサーなの？ボルゾイ？はあ、手紙に書いてあったやつか。知らないな。俺は強いやつと勝負がしたくてここに来ただけさ。そっか、それじゃあ僕と同じだね。同じ？僕もワクワクできる相手と勝負がしたくてここまで来ちゃったんだ。どうせレースするなら簡単に勝てちゃう相手とやってもつまんないからね。そうか、なら早速勝負と行こうか。ガンブラスターならお前のご期待に添えてやれると思うぜ。その代わり悪いが、お前はここで終わりだけどな。そんなことやってみないとわからないよ。僕のベルクカイザーだってすっごく速いんだから。ガンブラスターを止められるやつはいない。それを証明してやるよ。うん、手加減しないよ。ああ、全力勝負だ。だったね。バカな、僕のガンブラスターが。いい勝負だったけど、ベルクカイザーの方がちょっとだけ速かったみたいだね。くそ、マシンの性能自体は大差なかったと思うけど、 GP チップの経験の差かな。 GP チップ、最新のタイプガンマを積んでいてもレース経験の差は埋められなかったということか。でも君も次のグランプリに参加するんでしょ？そうしたらすっごい強敵になるね。グランプリ、そうだな。この借りは世界グランプリで返させてもらうとするか。今回はビクトリーズ以外にもお前のような強敵がいると分かっただけで収穫だ。仕方がない、GP チップにいい経験をさせてもらっただけでよしとしてやるよ。うん、楽しみにしてるよ。あ、俺に勝ったんだ。この先負けるなよ。任せておいて。